されますんだよ。いいね。はい、いってらっしゃい。いつものようにいってらっしゃい。信夫コーチの力をもらって小塚の登場です。ショートプログラム見事パーソナルベスト。小塚貴彦フリースケーティング、ロンドカプリチオーソ。自分にはすごく合っていると語るバイオリンの曲。1つ目の4回転です。立ちましたね、はい、着球がどうだったかちょっとね、もしかすると左足ついたのかな、ちょっとよくわからなかったですけどね、はい、もう一つあります。左足がね、両足がついたかもしれませんが、はい、両足での着氷になりましたけど、まあコンビネーションでしたね、はい、しかし冒頭2つの4回転に挑んでいきました。トリプルアクセル、非常に流れがあります。小塚の世界です。このジャンプでしたが、細かいバイオリンの音色に合わせたスピンです。
日本小塚隆彦、笑顔ですね。少し苦笑いというところもあるかもしれません。まあ、それでも自分で表現するというよりはお客さんを引き込んでいきたいんだというふうに終始語っている今シーズン。いやね、はい、多分ね、練習の時にあのサルコーで失敗するってことはありえないと思うんですよ、はいはい、ただやっぱりね、試合になると思わぬところで思わぬ力を発揮してしまう、はい、まあ、特に最後のね、あのコレオステップなんかでは非常にあのよく動いてましたから。そうですね、まあ、普段使わない力を使ってしまって、はい、まあ最後のサルコーまで、まあ正直力が残ってなかったっていうところじゃないかなと思うんですけど、いやでもいいプログラムでしたね。そうですね、終盤がどんどんこうバイオリンの音色も細かくなっていく中で、冒頭2つの4回転挑んでいきました。1つ目ですね、あ、大丈夫ですね、着氷大丈夫ですか。はい、大丈夫ですね、はい、これはきっちり点数取れるでしょう。2つ目がね、はい、1つ目、うん、これ2つ目で両足で着氷。そうですね、はい、まあでも両方立ってる、ね、まあ、とにかく、まあ小塚君の目標がどこにあるのかわからないですけども、はいはい、きっちりと飛んでますので、はい、いいと思いますね。ショートを含めてこれで4回転3つ飛んだということになりますから ね、まあ、本当にこのプログラムは体力的にも相当きついそうで。そうでしょうね、辛いと思います、はい、なかなか最初は苦しかったけれども、だんだんこれを滑る体力もついてきたんだということを本人が言っていました。もう本当に終盤のコレオグラフィックシークエンス、佐藤信夫コーチは水泳のメドレーみたいだねと本当にこういろんな動きをしてるねということで表現をされているそうです。いろんな形で入ってますね、はい、衣装とティッシュケースと合わせてるんですね、はい、さあフリー小塚の得点です。 166.12 です。まあ、本人もちろん完全な満足ではないでしょうが、しっかりとその世界を見せました。開幕戦です。トータル 251.44 見事にこの段階でトップに立ってきました。あとは羽生を